ああ、やっぱり柔らかいところがいいですよね。メレンゲって。はい、ということでね、モンシュールは少し前にディッソーの方でこちらを購入してました。はい、こちらね、メレンゲ調理用と書いていますが、メレンゲスティックと言います。で、マグカップに白身を入れて、これでシコシコすることで簡単にメレンゲができるという商品なんですけども、ほんとそんな簡単にね、できるんかいなと思いながら買ってみました。で、料理作るときってね、だいたい黄身はよく使うけども、白身が余っちゃうときってありますよね。で、まあその時にどういう風な活用が一番手っ取り早いんかなと思ったら、まあメレンゲを作るっていうのがまあ定番なんかなと思います。ってことはですよ、メレンゲを家で作る機会っていうのは多いはずなんです。皆さん多いはずなんです。1週間に4回ぐらいは多分メレンゲを皆さん作ってると思うんです。なのでですね、こちらのメレンゲスティックがあることで、こちらいつもね、バズらしいなって思っていたメレンゲを簡単に作ることができるはずですので、ちょっと早速使ってみましょう。さあ、それじゃあ今からこちらのメレンゲスティックを使っていきます。で、こちらのカップには卵白が2個分入っています。で、こちらね、グラスのサイズなんですけども、こちらね、62ミリから69ミリのこちら幅のものがいいということですね。はい。じゃあまあ分かりやすいように透明のグラスにしました。あとね、ちょっと時間も測っておきましょう。用意。スタート。ピー。はじめは小刻みにということでね。すごい音。あ、けどこれすごいな。あ、いやいや、すごいすごいすごい。え、こんなに早くできそうな。これ普通に泡立て器やったら多分こんな風にならへんよ。あ、すごいわ。予想以上。完全にこちらメレンゲが出来上がりました。はい。じゃあね、こちら、作るのにどれぐらい時間がかかったかっていうと、こちらで、まあ、4分47秒なんで、5分未満で、これぐらいのメレンゲを作ることができました。はい。ということでね、こちらが卵白2個分を使ったメレンゲになります。まあ、すっごい量増えますよね。で、まあ、こちらね、使ってみると非常に面白かったです。ちょっとずつね、こちら押していくことによって、これ、わよよよよよよよってね、こうね、空気が入りながら、ちょっとずつちょっとずつね、こちらね、膨れていく様っていうのは非常に面白かったです。で、今度ね、次回、こちらの卵白を使ったスイーツというのをこちら作ってみたいと思いますので、また皆さんそちらの方もお楽しみに。いやーけど、メレンゲがこんな早く作れるなんて、ほんと素晴らしいですよね。まあ、普段どれくらいかかるか知らんけど。完全にこちらメレンゲが出来上がりました。はい。じゃあね、こちら、作るにどれくらい時間がかかったかっていうと、こちらで、まあ、4分47秒なんで、5分未満で、これぐらいのメレンゲを作ることができました。